ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士おすすめのタンパク質ベスト5をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず1つ目、卵を選びました。卵なんでいいかって言いますと、まず安いですよね。まあ安いといっても最近結構いろんなものの値上がりが進んでるかと思うんですけれども、卵もだいぶ高くなってしまったなと思います。前だったら結構安いとこで100円切るぐらいで1パック売ってたんですけど、最近ですと結構200円超えってのが当たり前になってきていて、だいぶ高くなってきたなとは思うんですけれども、それでも卵って1個の値段ってやっぱり数十円ですし、それでいて取れる栄養素っていうのがすごく豊富なので、高品質なタンパク源なんじゃないかなと思います。卵はですね、ビタミン C 以外のほとんどの栄養素が取れるというところもすごくおすすめの一つです。で、そして手軽に取ることができますし、いつも冷蔵庫に入れて常備できるというところもすごくメリットかなというふうに思っています。では2つ目、納豆です。納豆も常に常備できる食材で、冷蔵庫に入れておくことができます。で、納豆はですね、タンパク質も取れるんですけれども、その他にもビタミンやミネラルも、多く含まれておりますので、こちらもなかなかスペックの高い食品なんじゃないのかなと思います。私が特に注目する栄養素なんですけれども、ビタミン K がすごく入ってるっていうのが魅力的なんじゃないかなと思います。ビタミン K というのはカルシウムを吸収した時にカルシウムが骨になるのを手助けをしてくれる、そういう栄養素になります。こういったものが入っているというところも納豆の魅力の一つではないかと思います。そして3つ目、低脂肪の牛乳になります。牛乳はですね、タンパク源ではあるんですけれども、やはりカルシウムを取れるというところもすごくメリットかなと思います。私はですね、毎朝コーヒーを飲む習慣がありますので、コーヒーを作る時にお湯も少し入れるんですけれども、ほとんどをその低脂肪牛乳を入れて飲んだりしています。そうすることによってカルシウムも一緒に摂ることができますので、これもすごくおすすめの製品となっています。そして4つ目がサバの水煮缶になります。サバの水煮缶はですね、やはりまあ缶詰ですので、すごく長期保存ができるというところが優れています。それでいてお手軽に摂ることができますし、骨ごと食べれるというところもすごく魅力的かと思います。今牛乳同様カルシウムが取れるというところと、あとは良質な油ですね、 EPA ですとか、あと DHA も取れるというところもサバ缶の魅力の一つではないかと思います。私はよくサバの水煮缶の使い方としては、長野県の郷土料理であるうど汁というお味噌汁みたいにして飲む、方法ですね、そういった使い方をしたりですとか、あとは水分を切ってで、フライパンの方でいってフレークのような形にして、食べるといった、食べ方もしています。おすすめですので、ぜひ、やってみてください。そして最後5つ目は豚ロースになります。豚ロースはですね、脂身が少ないというところが魅力かなと思います。また形状も薄いやつを私はよく買うんですけれども、それですとすごく使い勝手がよくって、まあ、炒め物ですとか、あとはまあ鍋物とか汁物にも使えます。それでいて冷凍しておけばいつでも使うことができますので、すごく使い勝手がよくって、なおかつ低脂質、そしてビタミン B1 ですね、炭水化物を吸収するときに必要な、ビタミン B1 も入っておりますので、すごく豚ロースもおすすめの食品となっています。ではですね、今日はこの5つをご紹介させていただきました。この5つに共通することとしては、まあ、手軽、それでいて、まあ、価格も安い、いつも冷蔵庫に入れておける、冷凍庫に入れておけるっていうところがすごく使い勝手が良くっておすすめできるポイントかなというふうに思っています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。